プリミティーボは、イタリア共和国南部のプーリアを中心に栽培されている赤ワイミオブドウ品種である。アメリカ合衆国カリフォルニア州で栽培されているものは、ジンファンデルとも呼ばれる。クロアチアで栽培されていたマイナーな品種であるツーリエンナーク・カーステランスキーが、アドリア海を越えて、イタリア半島にもたらされて、プリミティーボと呼ばれるようになり、また別のルートで、 アメリカ合衆国に移入されたものが後にジンファンデルと呼ばれるようになったと考えられている。イタリア語名のプリミティーボは最初の一番目のの意味からでこの品種が比較的早く熟すことによる。カリフォルニアで主に栽培されておりカベルネ・ソービニオン、メルローと並ぶ重要な赤ワイン用ブドウ品種になっている。1980年代までは ブレンド用のワインの原料として栽培されていたが、1990年代に入り栽培、醸造技術の進化とともに高級ワインの原料としても利用されるようになった。イタリア半島の長靴のかかとにあたるプーリア州を中心に栽培されている。外してイタリアワインは酸味が強いが、プリミティブボのワインは特に強い。色合いも濃く、 キイチゴなどの香りを持った力強い味わいであるが、まだ DOCG、DOC クラスのものは少なく、セパージュを名乗るワインにはイグッドクラスが多い。1822年にニューヨークの苗木賞のジョージ・ギブスがオーストリアの苗木賞から取り寄せた28種の苗木の中に含まれていたのが最も早い輸入事例と考えられている。 ギブスからこれらの品種の苗木を購入したロングアイランドの苗木賞ウィリアム・ロバート・プリンスがハンガリー産とされていた黒ぶどうの品種にブラック・ジンファーデル・オブ・ハンガリーという商品名を与えてカタログ販売を行ったことがジンファンデルの名の由来とされるその後プリンスと取引のあった演芸家のジョン・フィスク・アレンがジンファーデルからジンファンデルへの解消を提案し ジンファンデルの名称が誕生した。また同じ品種がブラックセントピーターズの名前で販売されることもあった。19世紀前半には主に東海岸で栽培されていたが、19世紀後半にはカリフォルニアでもブラックセントピーターズの栽培記録が出現する。これらの苗木は東海岸より買い付けられたものと推測されている。 後にジンファンデルの名称が普及すると、ブラックセントピーターズとして栽培されていた畑の木も、ジンファンデルと呼ばれるようになった。一方、19世紀後半には、東海岸でも、温室を必要としないコンコードが普及し、ジンファンデルの東海岸での人気は衰えた。1880年代には、カリフォルニアで、最も人気のある品種が、ジンファンデルとなっていた。なお 遺説として、アゴストン・ハラジーという、ハンガリー人が、メキシコ政府から依頼されて、ヨーロッパから輸入したブドウの中にジンファンデルダネが、含まれていたという説もある。1919年に、アメリカで、禁酒法が制定されると、アメリカのワイン産業は壊滅した。しかし、自家醸造は、一定量までは規制の対象外であったため、 ブドウジュースの形で出荷されて、各家庭で醸造されて、ワインになる果汁の生産量は、カリフォルニアでは逆に増加し、ジンファンデルの栽培数も、禁酒法の時代に増加した。1973年、ナパ軍のサターホームワイナリーは不作であった、ジンファンデルの果皮を一部のタンクに集めた醸造を行った結果、果皮なしの醸造となったタンクでは、ピンク色の甘いワインが、 偶発的に生まれた。このアインはホワイト・ジン・ファンデルと名付けられた。1975年にも醸造に失敗したタンクを、同じくホワイト・ジン・ファンデルの名で振り出したところ、予想外のヒットとなった。ホワイト・ジン・ファンデルは1973年には220ケースの出荷であったが、1981年には2万5000ケース、1989年には370万。 ケースを出荷するなど、1990年代以降の高級ワインブーム以前のアメリカでは大きな市場を占めた。飯山やまゆり、北山雅彦、ジンファンデル、アメリカンワインのルーツを求めて、小学館スクウェア、2004年、126から131ページ、飯山やまゆり、北山雅彦、ジンファンデル、アメリカンワインのルーツを求めて、小学館スクウェア、2004年、 100から108ページ飯山由里北山雅彦ジンファンデル、アメリカンワインのルーツを求めて、小学館スクエア、2004年、24から35ページ、飯山、北山前景書、77から80ページ飯山、北山前景書、134から137ページ。ありがとうございます。